中山観音駅にやってきました。やはりこの駅も2面2線対岸式のホームになってますね。ただこの駅ね、なんと駅の外にローソンあるんですね。すごいですね。なかなか降りたらもうすぐ着くぐらいの宝塚行きの電車が来るようですよ。さて何が、うわ一線系か、1003F 出ました。限定でやってますねこの駅。あと何年だっけ、なんか2、3年ぐらい、あれ今年で終わりだっけ。リラックマの時は車内広告が盗まれるっていうのがありましたけれども、こいつはあったんだろうか。あったんですよね、乗車時なんか盗まれたって話も私聞きましたけどね。あれ、あ、じゃああれ京都線だ、あれ京都線だ。これがいや一応ね宝塚仕様になってるんですよ、広告はね。何回も見受けてる、何も見受けないか、過激のことばっかり。やっぱり中山観音といえば大観音様ですよね。ここもね、ここも一応ね、お正月の時期になると人は多くなりますからね。それじゃあとりあえず宝塚方面に歩いていきますよ。この駅も確か待合室はねあるんですよ。るんですよ。もうそろそろなんか高齢化してきた気がする。こっち側あったかな。あれがそうか。おう、あれそうだ。多分あれがそうだ。この駅ね、すごいね。こんな自販機あるんだね。そうじゃん。乗せ口にもありますけどね。まさかこんな中間駅にあるとは思ってませんでした。無駄にもっと変わり者がいた気がする。これはエレベーター。まあこれ多分東芝製かな。わかんないけど。でこれが待合室になりますけれども、ちょっと後で寄りますね。でこちらお手洗い、お手洗いはまあお察しくださいということで。ちょっとこれホームのセッターも異様に曲がってんだね。そう、これどうしようかな、向こうまで、うん、まあとりあえず行ってみましょう。こっち駅前、駅前は旧176号線が旧なのか新なのかどっちだったかな、うん、まあとりあえず国道が通ってます。あとそれなりにいろいろ、そう、病院があったり塾があったり、まあまあ典型的な宝塚線沿線といった感じですね。で目の前六甲山がね見えますね。もう紅葉してんだね、早いな。まだ9月も入ったばっかりなのに。あ、ちなみに今日は9月3日ですね。もう紅葉してるんだ。あ、まあ六甲山標高高いからね。台風この間の10号が過ぎてから急に寒くなりましたからねと言ってたらね、12号も近づいてますけど、いい天気ですね。暑くもなく寒くもなくね、風が吹いてるからまだちょっと涼しいですよね。これ反対側です、賃貸、そして中山の観音様ですね。あれは手前のあれなんだっけ、うん、とりあえず手前の施設、とりあえず手前、歩けば奥の院もあるみたいですけれども、私は行ったことがあるわ、ある、あります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 。何年前かな、 2,3 年ぐらい前に1回行った気がしますね。このカーブもなかなかいいものが取れそう。あの串気にならなければね十分取れますこれね。撮り鉄、あの皆さんガチ勢の方々はですね、こういう串気にされると思うんですけれども、私のようなね底辺スマホ勢はねそんなこと気にしませんから、あの顔だけ取れりゃ十分ですよ。最低限ね、顔だけ取れりゃいいんだよ。こっち側ね、こう取ればね宝塚行き結構綺麗に取れますよこれ。これが駅の前景で梅田方面を向いていますけれども、とりあえずじゃあ反対ホームと改札を現地調査していきましょう。改札行きますよ。すごいですね、こんなところに阪急バスの時刻表がありまして、それじゃあ下降りていきましょう。降りていきましょう。あ、こっちが北側出口だそうです。またこれ超普通な階段。ね。もうさすが大阪右側通行。ただちょっと幅が狭いんだけどねこれ。確かこれ京都から左側でしたっけ？うん。JR は全駅左。あ、全駅？全駅。え、大阪も全駅。うん。施設だけか、畜生。
これが改札になりますね。まあ、アンテナラガールショップがあって、エレベーターがあります。一気だけなかと思ってた。それじゃあ、エスカレーターを使って上に上がりましょう。5時から16時から最終。よいしょ。方向変わるんだね、これ。そう、変わるんですね、これ。うん、まあ、エスカレーター側面、広告は特に貼ってませんね。ある時から寄れますか、これ。そうですね。そして、宝塚方面ホームに上がってきました。よいしょ。はい、宝塚方面ホームというか、宝塚行き電車用ホームです。なぜかね、ホーム、そこだけ、なんだろう、鉄で支えられてますね。はい、これ待合室。ここからね、駅前、これ南側ですね、見えるんですけれども、ファミマがあって、バスロータリーがあって、駐輪場、雨ざらしじゃないですか、駐輪場、屋根欲しいな、あれ。そしてまあ病院地帯かなもありますね。まあ駅前はそれなりに発展はしてますね。ちょっと歩けばダイエーもありますし、うん、ドラッグストアもあるし。ここからね、駅前がよく見えますね。お、ここら辺ベンチ置いてもおかしくない。宝塚653号車、あれ、五つ車になるのかな、多分。なんだ、よく見る阪急バス。これがね、一応、あんなところに公衆トイレあるんだ、初めて知ったの。へぇ、すごいですね。自転車置き場。ね、雨ざらしですけどね、これね。屋根欲しいなぁ。それじゃあね、この急行に多分旅客お客さん吸い込まれるので、待合室を現地調査したいと思います。はい、こちら宝塚、失礼、目婦神社駅、あ、じゃあ中山観音駅待合室。涼しいな。もう涼しいですね。クーラーもちゃんと完備されて、なぜか床だけ緑に塗られてるっていう、広いですよね、ここね。壁はね、コンクリート製になるのかな、これ。上から白の塗料、あ、ここだけプラスチックだ。それじゃあホーム戻りますよ。それじゃあですね、梅田方面ホーム戻っていきましょう。それじゃあホームの方上がっていきますよ。よいしょ。やっぱり広告はないですね。壁高いな、これ。ホームの方に上がってきました。こっちがですね、なんだっけ、北改札か。北改札は簡易改札になってますね。駅名表どこだ。駅名表、駅名表がありましたね、駅名表。次はね、山本駅行きますよ。